どうもこんにちは、舞姫大学の特別講義でございます。今回のテーマはですね、お金の本質ということなんですけども、まあお金をね、他の言葉や概念で言い表すとしたら何でしょうね。もう私はね、お金っていうのは支配の道具として作られたと思ってるんですよ。まあ支配の道具っていうとものすごくね、まあ、大げさな感じがしますけども、大筋では本当の支配のために作られた道具なんですよね。まあもちろん国家ってものが私たち国民を支配するのは何かっていうと、まあ主にお金なんですよ。うん。で、どんな大金持ちもね、銀行を使わせないってなるとものすごく困るんですよね。というのが、人と人との関係ってお金でつながってるところが多いからなんですよね。もちろん現金手渡しっていう方法だと行動範囲は限られてますけども、まあいろんなところで通用しますよね。賄賂ってあるじゃないですか。賄賂って基本的に銀行送金しないんですよ。まあ、ペイペイで賄賂送りましたとかね、ビットコインで賄賂送りましたってあんまりなくって、例えばこういう茶封筒に10万だの20万だのってのを入れてですね、まあ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 みたいな感じで渡すんですよ。いわゆる現金っていうのが足がつかないんですよ。で、現金っていうのはナンバーは書いてますけども、まあ色がないんでね、いろんな隠れ蓑に使われちゃうんですよね。で、お金を渡されると、なんとなく渡した人の言うこと聞かないとまずいような気がして、それが不正なお金であってもね、うん、やっぱりこうイエスと首を縦に振っちゃうことってのがあるんですよね。まあそうなった瞬間に共犯関係が始まるってこともあるんですよね。うん、だからお金を受け取った以上、まあ大人になろうかな、嘘をつこうかな、ずるいことでもしようかなみたいな、まさに支配の力がそこに働くわけですよね。そして私たちの日常の中にもこのお金っていうのがね、支配の道具っていうことがよくわかることがあります。まあ札びらでほっぺたを叩くではないですけども、例えばね、メルカリってものがあるじゃないですか。メルカリで一つの商品を、まあ、3000円とかで売買されてる時に、いや値引きお願いしますと、2900円でどうですかと、いや2850円でどうですかと、2950円でどうですかみたいなね、こう値引き交渉が行われてる時に、決済ボタンをいきなり見に来た人がポンと3000円で押すと、その人に全部ね決定権って行くわけですよ。まあ、つまり数十円数百円のまあせめぎ合いをしている中でね、俺は値引きなんて別に思わないよっていう人がやってくると、その値引き交渉のあそこにも面白さっていうのがあるわけじゃないですか。でもそれを全部すっ飛ばして、販売者っていうのは購入者の人に商品を出さないといけないってことになります。で、こうなるとね、何でもかんでもお金がある人がその市場をかっさらっていくってことになって、なんかね、もうまあ、やるせないところもありますけども、でもそれはね、片っぽでは世の中がお金について支配されてるからだとも言えるんですよ。ですんで、ここで言えるのはね、お金に支配されてしまうのか、それともお金という道具を持って市場を支配する側に回るのかってことなんですよ。うん。で、私ね、アメ車を乗ってるんですよ。トランザムっていうファイヤーバードっていう車をね。で、それをまあちょっと自慢げにですね、 YouTube でいろんな動画撮って出していったらね、コメントの中に、お前はトランザム乗る資格ねえよみたいなこと書いてる人がいるんですよ。うん、なるほどなと。気持ちはわかるけども、免許があってトランザムを買うお金があったらそれが資格なんじゃないかなっていうふうに心の中で割り切るところもあって、もちろん反論はしませんよ。うん、やっぱこう車にはいろんな思いを込めてる人がいて、こういうやつに乗られたら車の質が落ちるよねっていうふうな判断をする人もいるんですよね。うん、だからまあその辺はね、何とも言えないんですけども、まあ、例えば日本の車でも昔チェイサーとかね、マーク2とかね、クレスタとかありましたけども、あれをじゃあね、もうギラギラのメッキメッキにして成人式にこう大きな音でね、こう威嚇行動をしながらこう乗り回す、そんなねことがテレビで見たりする人いると思います。成人式のランチキ騒ぎみたいなね。じゃあ、あの人たちにはクレスタやマーク2乗る資格があるのかないのかっていうふうに、どうですかねってことなんですよ。結局免許があって、その車を手に入れることができる、お金があったらみんなに資格があるんですよね。うん、じゃあお金では買えるけども、それを使うことが許されない、資格があるないっていうもので、まあ、すぐ思いつくものは何かっていうと、例えば拳銃ですよね。拳銃って確かにまあ工業製品ですから、お金を出せば買うことはできると思うんですよ。でもお金を10万持ってようが50万持ってようが100万持ってようが、拳銃を所持することとか拳銃を売買することが違法じゃないですか。だからお金をいくら持ってても売っちゃダメ、買っちゃダメ、持っちゃダメっていうものがあるんですよ。お金をいくら持っててもですよ。こういった例外的なものってのはお金ではどうにもできない、
利権とかね、法律とかね、決まりによって、制限されてるんですよ。これがまさに資格ってやつです。例えば警察官になったり自衛官になったり、ある一定の条件を整えないと資格が与えられない。お金をいくら持っていると関係ないってことなんですよね。だからこういったものが私たちが住んでる国にも結構あるんじゃないかなと思います。そうなるとお金が本当は支配の道具なのに、お金以上の支配のそこには公式が成り立つんだなというところなんですよね。もちろんそれは平和を守るためであったりとかね、秩序を守るためであったりとかするものかもしれません。ということはどういうことかっていうと、いくらお金の力を持ってしても秩序というものとかね、その他の守らなければならないものがあるものに関しましては例外的にお金での取引を禁止されてるってことなんですよ。そう考えるとね、お金が万能ではないってことも同時に私たちは認めないといけないのかなと思いますよね。あんたには売れないよみたいなのがありますよね。おばあちゃん、でもこの土地さ、畑をやってても大変でしょ、そろそろさ、ここに大きなショッピングセンター建てたいのよ、土地を売ってよ。いや、あんたには売らんよ、いくら積まれても同じやみたいな感じでねドラマでもあるかもしれませんけども、人の気持ちってのはお金で動かない面もありますよね。はい、ということでお金の本質ということですけども、基本的には支配の道具なのかなと思いますけども、お金が完全に全てを支配したわけではないってこともね、これもまたお金の本質なのかなと思います。あなたはどんな付き合い方をお金とするでしょうか。それでは本日は以上です。いってらっしゃい。